ショート管理空手道二世会の中島です。今回は組手において、ステップ、膝の使い方について行いたいと思います。ステップですが、どのように行っていますでしょうか。構えて、軽く膝を曲げているかと思います。この曲げたところから伸び上がるような形でステップを踏んでいるのか、また、ここを頂点として、ちょっと下げるような形でステップを踏んでいるのか、どちらかだと思います。チェックしてみてください。チェックをしてみていかがだったでしょうか。自分の場合は、この高さをキープしながら、ステップを行っております。アクセントとして、スッと上がる場合もあるかと思いますが、基本的に、ここの場所をキープしながら、動いております。頭の位置をキープすることによって、この膝が曲がったままとなります。膝が曲がっていると、前後左右動けます。とっさに来た時も、すっと動けますので、伸び上がったステップよりか、この曲げた状態の方をお勧めします。K 先生に相手になってもらって行いたいと思います。例えば、相手が攻撃を仕掛けてきます。攻撃に対して返そうとしたとき、伸び上がってしまって、この膝を曲げる動作が一瞬遅れとなります。その間に相手は次の攻撃を仕掛けてくる場合があります。それで相手のポイントとなってしまう場合があります。そうではなく、膝を曲げたままにします。相手が攻撃をしたとき、曲がってますので、すぐに返せます。先ほどの伸び上がった状態と比べて、この分がありませんので、さっと避けて、次が飛んでくる前に、返せる場合があります。この一瞬ですが、差は大変大きいです。伸び上がらずに、膝をキープするように、してみてください。自分の試合の動画をご覧ください。いかがだったでしょうか。切って反撃する場面ですが、上体が浮いていない方が
タイミングよく入っているように見えるかと思います。今回は切ってつくような形の場面を想定をして話をしました。攻撃を仕掛ける場合も一緒です。浮いてしまうと旗が上がりにくいケースが多いです。下げた感じで入る。このようなことを心がけて練習をしてみてください。